モルジュ上軍寺博物館修造のクイーンアンピストル。1760年頃にローザンヌのギャリアードが製作。クイーンアンピストルはアン女王時代頃から主にイギリスで製造されたフリントロック式の拳銃である。ターンオフピストルと呼ばれる薬室と引き金が一体化した構造の根元がネジになっている重心を取り外して装填する。 五層式拳銃であり、このようなねじ込みバレル形式の銃の総称としても用いられる。クイーンアンピストルを装填する手順は、銃身を回して取り、開口した薬室部分に発射薬を流し込み、弾を乗せた後銃身をかぶせねじ込んだ。装填に手間がかかるものの、前奏式に比べて、より光景のあった弾が使用できる。この方式は、 まだ良好ではなかった黒色火薬によるガス圧力の使用効率を改善させ、銃の精度を向上させた。1643年、イングランド内戦が勃発したイングランド王国において、国王チャールズ一世とそのオイプリンするパートは、9月17日から翌18日にかけて、スタッフォードに軍を駐留させ、自身らは、市内にあるエンシェントハイハウスを本陣とした。 その際、ルパートが、ハウスの庭から見えるセントメアリー教会の首郎に、飾られた風見取りを、ピストルで2発狙い、いずれも命中させたという逸話がある。JN ジョージは、著書、イングリッシュピストルズリボルバーズで、この時用いられたピストルがねじ込み、バレル式拳銃であるとしている。この飾りは現存しておらず、逸話の真偽は定かではない。クイーンピストルは、 カービンのサイズまで様々なサイズのものが製造されたが、もっぱら、トビーもしくは、マフと呼ばれる、ポケットや、女性のネックウォーマーに仕込む小型拳銃に用いられた。また、黒ひげことエドワード・ティーチなど海賊が用いる銃としてもしばしば登場する。このように主に富裕層の五神用拳銃として普及し、過微な装飾が施された銃も多い。だが、 装填の際に重心を落としてしまう事態があり得ることから、軍用拳銃としては定着しなかった。例えば、1805年にアメリカ合衆国のハーパーズフェリー造兵賞で製造された合衆国最初の正式拳銃ハーパーズフェリーモデル1805も、全装式フリントロック拳銃である。ありがとうございます。